おはようございます。7月31日5時20分の相場解説。これ冷やしになりますけども、もうね、明らかにはっきりとした下落波動がもうずっと続いてますね。移動平均線見ても3本とも下。そして実線を見てもずっと下ですよね。で、私が申し上げていたのはフェーズがこのゾーンの下に入ったよってことですよね。それまではずっとゾーンの上だったわけですよ。もうこのゾーンの引き方がもう絶妙と言いますか。 これ引いたのだいぶ前ですけども、引いた根拠ってのは、ここの力点とここの力点が重なったから。だらここを突き破ったらずっと売りの方に行きますよっていうふうに申し上げてその通りになってるってことですよね。4時間の足はどういうふうになってるでしょうか。4時間もですね、一方的に下落波動ですね。迷うことがないです。もう売りしとけばずっと。 セルセルセルって感じで、ね、売りしとけば必ず利益が取れるっていう形でずっとやってきました。そして1時間なんですけども、ここに来て、ちょっと横ばいが始まりましたね。横ばいがこう始まったということですけども、ただ力点を超えてもうね、下落波動が始まってますんで、もう今日はすぐにでもセルに入ろうと思います。そうなんですよね。だから、ずっとトレンドを書いて下に行ってる時もあれば、横に行きつつ下の時も来て、 そしてだんだん収束して落ち着いていくんですよね。横が長くなって下に行くと。そうなると、こういう動きからだんだんこういう動きに変わっていくんですよね。で、さらに、これが売りに向かう場合もありますし、こっから持ち直して、買いに転ずるときもあります。まあ、あの、行けるところまでずっとセルで行きますけどね、私の場合は。昨日はね、横ばいが入ったんで、ここです。 えー、利益を取りにくかったんで、ほぼ一日エントリーはしなかったんですけども、今日は仕掛けていきますよ。それでは、以上です。